日本大阪府大阪市何枠日本橋東日本橋東は大阪府大阪市何枠の町名。現行行政地名は日本橋東1丁目から日本橋東3丁目大阪市何枠の東部に位置。東は日本橋3丁目から5丁目北は中央区日本橋2丁目南は国道25号を挟んで恵比寿東東は 阪神高速1号環状線を挟んで下寺にそれぞれ接する。元は西高津新地5丁目、東成郡天王寺村のそれぞれ一部。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。最寄り駅は大阪市高速電気軌道の恵比寿町駅。阪海電車の恵美琴吹町駅。大阪府大阪市何枠の町町邸。あざ一覧。人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口。外国人人口。大阪市。 2019年10月4日閲覧。AB 日本橋東の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB 平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び接待数町長,長、あざと。総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。